はい、コストコに行ってね、874買ってきたんですけども、黒色。これなかなか難しいんですよ。結論から言うとですね、どうしてもこの作業着なんですよね。特にこのアメリカのオリジナルフィットは。どこまで行っても作業着だから難しいです。日本の若者がね、上手に着こなしてますけど、それは彼らに独特のね、センスがあるから着こなせてね、なかなかね、60代となると難しいですね。やっぱりサイズ感、丈感、この足とのこの余裕感、これがね、難しいです。自分もね、20年ぐらい前に買って履いたんですけども、いろいろ工夫したんですけど、どうしてもね、作業着感が拭えなくてね、諦めて、本当に作業着として使ってました。その時はね、チャコールグレーだったんですよ。で、今回再挑戦するにあたって、ちょっとチャコールグレーはね、難しいかなって、着こなしがね、限定されちゃうこともあるので、難しいなと思って、汎用性の高い、少しでもね、汎用性の高いであろう、黒色を選択しました。だけどね、やっぱり難しいですね。作業着です。結論から言えば作業着です。はい、動画にするためにですね、874、2、3日履いてました。結論から言うとですね、なかなか難しいですね。この色合いと素材感を合わせるの、ちょっとこんな感じですね。まあ似合うんだか似合わないのかよくわかんないですね。こんな感じになるんですけど、なかなかちょっと難しいですね。微妙なサイズ感で難しいです。とはいえね、3000円だからですね、作業着となってもですね、それはいいと思います。こんな感じもいいですね。それでもね、多分履いてるうちに少し馴染んできてね、かっこよくなっていくと思いますので、頑張ってね、履いていきたいと思います。ではまたどうぞ。